駿河銀行で2兆円以上もの不適切融資があった。返済できる当てのない相手、それ、になぜか貸し続けたそれには、なんともあのリーマンショックを想像しないことも。2兆円程度で、景気を制御はできないにしろ。どこかでマイナスが発生してる、その想像に、一応の、答え、がそこに、一つあったわけだ。売れるはずがないものを勝つため、買い続ける。そんな時にできる、何かの穴。売れないものを、売れました、結果。ちょっと、証拠もないのに踏み込みすぎてる気もする。ちょうど、静岡、での話。そこは造形に関する会社が、かなり多く、要するに、オタク、それがご厄介になってる。そんな界隈ではあり。しかしフィギュア塔の金型、それは作るのに数千万円でお金がかかるのだ。誰が買うんだろう？あまたのオタク造形と何かの黒い影。